はい、始まりましたハイチのダラダラジオ、今週は真面目はつまらない生き方なのかっていうテーマで喋っていきます。で、本編に入る前にですね、いつものごとくこのダラダラジオは前日の土曜日にね、今撮影しているんですけれど、今日めちゃくちゃね嬉しいことがありまして、思わずツイッターで教えてもらったんですけど、ツイッターと YouTube のコミュニティにもね流しちゃったんですが、あの YouTube のねナンバー2のロバート・キンセルっていう方が CBO かながいらっしゃるんですけど、あのその方が、取材をね受けてらっしゃって、それが Yahoo の記事になってたんですよ。でそれを教えてもらったんですけど、あのそこでね、ロバート・キンセル氏が、あとは教育系クリエイターでとある男が授業をしてみたを運営するハイチさんも素晴らしい、世界の見本となるクリエイターアプローチだと思いますって言ってくださってて、まあびっくりした。あのね、こう、まあ、あんまピンとこないと思うんですけど、これ本当になんていうのかな、もう奇跡的なことなんですよ。本当だって YouTube って当然世界的な、ね、コンテンツの中で、ね、日本の自分で英語圏の話をしてるわけじゃないじゃん、ね、日本国内だけでしか見ることのないクリエイターな出すしってもうテンパっちゃった、クリエイターですしね、そんな、まあ、ずば抜けてさヒカキンさんとかはじめ社長さんみたいなクリエイターでもないから、それをね一本当こんなねYouTuber のことを、しかもチャンネル名を日本の教育系クリエイターがっていうくくりじゃなくて言ってくださって、まあねめちゃくちゃ嬉しかったんよ。あのちょっとごめんなさい、本編と関係なくてさ長くなって申し訳ないんだけど、ちょっとこれ喋らせて。あのさ、こう自分がやってる活動っていうのは、自分まあちょっと生意気ですけど、ちょっと縁の下の力持ちになったらいいなって思ってる、教育に関して。そのめちゃくちゃさ、なんだろう、頭がいい子たちを上にこう引っ張っていくっていう活動よりも、どちらかというと勉強に関してネガティブな気持ちが強い、勉強が苦手だっていう気持ちが強い子たちのボトムアップ、下をこう底上げしていくっていう、だから基礎的な内容を中心に取っていって、まあ、多くの本当勉強なんて無理って思ってる子たちがちょっとさやってみてできるようになって頑張ってみようっていうきっかけ作りをしていきたいなっていうのが、まあ、メインであるの気持ちとしてね。でさ、あの上をこう引っ張っていくものと、そのボトムアップ下を底上げする活動って、これいろんな業種で見られる傾向なんだけど、やっぱり上を引き上げていく方がスポットライトが当たりやすい傾向があると思って、まあ、教育もそうだと思うんだけど、だけどやっぱりなんだろうな、まあ、別にさ自分はその縁の下になりたいなと思ってやってるからいいんだけど、でもやっぱどっかでさ、やっぱ頑張ってることを認めてほしいなっていう気持ちは出てしまうんです私は、でだからこそ今回そのロバート氏がねこういう風に言ってくださったのは本当に嬉しくて、そうありがたいな。で思わず担当のさ YouTube の担当の方にさ LINE して、本当ありがとうございますってこんな言ってもらってって言ったら、すぐね LINE を返してくださって、でやっぱりこう、まあ、国内外関係なく YouTube の偉い人は多分ほとんど知ってますよみたいな、ハイチさんのことで、その言ってくれたのがね、ちょっと LINE 開くわ、ちょっと忘れちゃった、あのね、あの自分のことをなんか東大っていう風に言ってくださってて、なんか紹介した時にライトホースクリエイターっていう、つまりその分野の灯台とか道しるべとなる、そういう開拓をしてきてくれたクリエイターっていう認識で、結構こう国内外の偉い人たちの間も注目してもらってるんですよみたいな、もうおじちゃん泣いていいですかっていうね、はい、すいません長くなりました、本編いきましょうそろそろ。でも本当ねっていうことがありましたっていうお話ございました。では、本編に参りましょう。で今回はね、真面目っていうのはつまらない生き方なのかっていう話なんですけど、おそらくですね、この、まあ、ダラダラジオを聞いてる方というか、このチャンネルを見てくださってる方はどちらかというとみんなに真面目っていう、認識をされてる方が割と多いんではないかなと思うんですね。自分ではそう思ってないけどっていう、だって、自分のさ不真面目さとか、例えば腹黒さっていうのは誰よりも自分が一番分かっているからね、なんとかって真面目だよねって言われても、あそんなことないよって言いながら内心ではもっとそんなことねえよって思ってたりする。そうで今は、なんだろうな、
まあ、クイズ番組もすごい増えたし、何か知識を持っていることがかっこいいっていう認識をすごいされていると思うんです。ただ一昔前はそうおバカブームっていうのがあったんですよ。本当にちょっとおバカであることが一個のステータスみたいなところがあって、まあ、あの頃とだいぶ変わったなとは思うんですけど、でもそれでも、まあ、こうやってね、真面目というか知識を持っていることがかっこいいとかすごいっていう認識をされているけれども、やっぱり真面目であることがすごいネガティブに捉えられてる。周りにも自分にも、あの子って真面目だよねみたいな、なんか真面目イコールつまんないやつみたいなね。そうで、みんな自身も真面目だってね思ってる子も、例えば学年、まあ、クラスでもいいか、ちょっとこう目立ってる子、ハメを外してみんなの笑いを取ってる子とかもいるでしょ。そういうことしたいなって思うけどできない子っていると思うの。どちらかというと俺もそのタイプ、人を笑わすのが、いや笑わせるなら笑わせたいんだけど苦手というかやり方がわからないっていうねタイプなんだよ。でこう自分もさ、なんか自分の人生ってつまんない生き方してるのかなって思うことが実は結構あって、でやっぱ YouTuber なんてさ、こうなんて言うんだろう、まあ面白いというか、そういった意味でもやっぱりこうそこに秀でてる人がすごく多いから、まあコラボというかお会いしてね、お話しさせてもらう中で自分のなんていうのかな、 つまらなさっていうことはあえて使うけれども、それをすごく痛感することが多い。で実はこれは昔から思っていて、そう、まあ、さっきの例じゃないけど、クラスで面白い笑いを取れるやつとか見ててすげえな、いいなって思ってたんだよね。そうでやっぱ周りからもさ、まあほにゃららってみたいな、あ俺のことね、ほにゃららってもうちょっと面白く生きたらみたいな言われることも実は何回かあって今まで、まあ自分でもさ、まあ、あんま面白くない生き方をしてきてる、なんとなく自覚があったからさ、そこになんかグサって刺さるわけよ、それが、ああそっかみたいな、って思ってたんだけど、でそういう相談も結構来るわけ、なんか真面目てか、こうもうちょっとこう自分の中でさ面白みがある人間になりたいんですけどどうすればいいですかみたいなのがあったりするんだけど、どうだろう、まあ変わることもできるとは思う、きっと俺も多分努力をしてなかっただけだし、そこに関してはね、じゃあ面白くなりたいって思っても面白い研究をしたかって何もやってないし、そう、なんか生まれ持ったものに頼っていただけだったから、そこは努力しない俺が言うのはちょっとどうかとは思うんだけれども、ただね一個自分から言えることとしては、真面目であるっていうことはめちゃくちゃ一個の大きな個性なんだよっていう、それはネガティブな個性ではなくてすごくポジティブな個性、いや真面目って素晴らしいからね、そう真面目はすげえことだよ、勉強にしたって仕事にしたって俺はそう思ってる。だからまあ、もしかしたら世代的にね、学生時代ってさ真面目な子よりもちょっとやんちゃしてる子の方がかっこいいとかさ面白いと思うかもしんないけど、いやそんなことはね、勤勉に真面目にやってる子ってのはすごく素晴らしいことだと思ってる、けれど自分がね、その、まあ、ここまで35年生きてきて思うこととしては、なんかね意外と誰しも面白さを持ってると思っている、だから、まあ、俺とかはさやっぱ YouTube にいるから、その面白さのさ次元がさちょっとおかしな人がいっぱいいるわけあの秀ですぎじゃねえみたいな、すごいポテンシャル持ってますねみたいな人がやっぱ多いから、まあ、そこと比べると無理なんだけども、でも自分だからこそこう、まあ本当にみんなにとっても多分ハイチってすごく真面目なキャラに映ってると思うんだよね、で実際真面目か不真面目かって言ったら真面目な方だと思ってる、自分でも不真面目ではないし不真面目になれないから、なれないんだけど、でもじゃあこういうハイチだからこそ、見せれるものもあるんじゃないかなっていう、それは面白さっていうか、まあ、ちょっとユーモアみたいなところ、かなって、そのユーモアとかっていう部分が俺はね誰しも持ってると思うんだよ、それはそれが、万人受けするユーモアの方もいれば、ちょっとストライクゾーンの狭いユーモアの方もいると思ってる、でも誰かには刺さる、もしみんなが今現段階でもう誰にもねそういう目を見せれてないし、誰もそういうふうに思ってないし、私も思ってないって思ってるかもしれないけど、ただただそうやって歯車が噛み合う方に出会ってないだけだと思うんだよね、だから真面目であることとかコツコツ頑張っていることっていうのをネガティブに思ってほしくないなっていうのが今回ダラダラ用で伝えたかったこと、すごく胸を張ってほしい、俺は
そんなみんなが好き、うん、あのコツコツ頑張ってるみんながね。そうだから、まあ、みんながもしかしたら同世代の方にはね、いろいろまだ言われるかもしれん、そういう世代だからかもしれないけれど、俺がね一代表として胸を張って言うから、そういや素敵だから俺は好きだからって言っていくから、だからまあハイチがお前が言ったところで救われねえよって思うかもしれんけど、でもまあちょっとそういうふうに思ってるやつが一人いるってことは思っててほしいなって思って、はい、今回喋らせていただきました。いや真面目ってすげえよ本当に、うんって思う。仕事をしてると特にね、やっぱりコツコツ真面目な方というかにはやっぱり頼るし信頼できるし、そう信頼っていう面で言うんだったらそこは大きいよね。そう友達っていう面ではまた違うんかもしれんけど、わからんそこは友達あんまいないからはいという感じでございます。ということで、ちょっと半分ぐらいあの違う話になっちゃったんですが、今週のダラダラジオは以上でございます。はい、ということでまた来週何か喋っていきますので、よかったら次回の方も聞いてみてください。では今週のダラダラジオは以上です。ありがとうございました。